スタジオ210は大阪市なにの新世界にある通天閣地下で通天閣観光株式会社が運営していた日本の劇場及び演芸場その前身は1989年に開場した歌謡小専門の劇場通天閣歌謡劇場である同劇場では2008年6月まで毎週土曜日及び日曜日に 小竹芸能主催による歌謡賞を開催してきた。2008年7月からは B1 角座の閉鎖に伴い、小竹芸能の演芸工業の拠点が同劇場に移転。これを機に現在の名称に改めた。その後2013年6月まで共に小竹芸能の主催で毎週土曜日及び日曜日に通天閣劇場天劇の名称で演芸工業が 毎週月曜日に、通天閣歌謡劇場の旧賞を引き継いだ名称で、従来からの歌謡賞が、それぞれ開催されていた。現在は、通天閣の公式音楽バンドである、イーゼル芸術工房と、同バンドがプロデュースする、アイドルグループ、マイドリームス、ハンバーガーッ z が毎週末に、定期公演を行っている。1989年、通天閣の地下スペースに、 通天閣歌謡劇場が開設された。当初は舞台だけでなく居酒屋のようなカウンターも隅に設けており、またすぐ隣には通天閣囲碁将棋センターも存在していた。2001年に囲碁将棋センターが消滅、さらに2004年には老朽化により地下スペースが全面的に改修され、これにより地下全体がすべて歌謡劇場のスペースとなった。 この間には、同劇場を本拠とする、通天閣の歌姫、加納麗子が全国区となっている。その後はど、日の歌謡賞を中心に、各種イベントにも利用されてきた。2008年に入り、B 一角座が閉鎖されることになり、小畜芸能は、その代替を探した結果、通天閣歌謡,歌謡劇場を演芸工業の拠点とすることを、同年4月に決定した。 これを機に2008年7月3日より劇場をスタジオ210と改名同時に通天閣側では同劇場を多目的ホールと位置づけて工業のない日に各種イベント会場としての活用を広く求めていく意向であった。なおスタジオ210という名称は通天閣の通天すなわちに10に引っ掛けたものであり読み方を210としたのは東京 渋谷にある109を意識したという、ありがとうございます。